皆さんこんにちは、こんばんは。新サークの部屋のサークでございます。やってまいりました F1 グランプリの時間でございます。はい、ということで、前回前々回と F1 グランプリで、キャリアモードを、進行しております。超楽しい本格的な超リアルなキャリアモードを今楽しんでおります。はい、ということで前回ですね、フリー走行1回目が終わって、そしてその次にフリー走行2回目3回目が終わって、今日から予選に入ります。じっくりと中身の濃い F1 グランプリやっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではキャリアを早速続行していきましょう。前回ですね、デボン・バトラー、これはですねシーズン1の方ですね。デボン・バトラーが今ポイントでは1位になってますね。フェラーリとフェラーリに挟まれるレッドブルレーシングもまたかっこいいんじゃないでしょうか。はい、ということで、私の相棒サクシューマジュニア、今ね、こんな感じになってます。はい、ライバルとして、フェルスタッペン、同じチームの同期というか、なんというか同じチームメイトですね。はい、では早速いきましょう。よし、やってきたぜフェルスタッペン。今日は肩こりがひどいのか、後でマッサージしてやるよ。さあ、ということでですね、前回、このフリー走行2とフリー走行3が終わって、いろいろ研究開発しながらやってきました。今日はですね予選していきたいと思います。で、予選はですねさすがにねワンショット予選にします。はい、予選に関してもちょっとリアリティを持ってやるとですね、ショートでも18分かかるんですよ。そうすると予選だけでまたパートが終わってしまうので、そうですね、今後ちょっとまた1回試験的に予選は予選だけまたやってみて、18分、ほんで決勝みたいな感じでやっていくパートも作りたいと思うんですけど、今日は予選ワンショット予選をやって決勝 25% ということでやっていきたいと思います。決勝もね5周するパターン、 25% のパターン、ちょっといろいろと試行錯誤していきたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは早速予選進んでいきたいと思います。まもなくバーレーンの予選です。ドライバーたちは準備万端の模様です。さあ、予選を控えて会場がヒートアップしています。フリー走行ではいくつか高水準のタイムが見られましたが、アンソニー、今日の予選でもそんな高レベルのドライビングが期待できるでしょうか。もちろん期待したいですね。優秀なドライバーが揃っているので、わずかなタイムの差で順位が決まるのではないでしょうか。もっともフリー走行ではファステストラップが必ずしも重要ではありません。マシンの最適化、方針の確認が趣旨ですから、小さなミスなどは重要ではありません。しかし予選ではそれは全て変わります。マイラップを完璧に決めないと厳しい結果が待っています。それだけにドライバーにかかるプレッシャーは相当なものです。はい、ということでやってきましたよと、サーキットに向かいたいと思います。ワンショット予選ですからね、ワンショット予選なので、一周勝負ということになります。はい、ということで今からね、やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。よし、やっていこうぜ。練習の成果出るかな。一応フリー走行 1,2,3 やってからの予選ですから、コース順応プログラムとかね、いろいろやってますけど、早いな、おい、バトラー、おい、ちょっと待って、バトラー、おい、めっちゃ早いねんか、バトラー、ちょっと待て、ちょっと空気読んでくれ、ちょっと一応お前は最高のライバルなんだけどさ、一応空気読んでくれよ。はいはい、よし、1位や、ざまみろ、バトラー、おい。おお、あだで返すサクシューマンジュニア、あ、やばい、また抜かれる。誰に抜かれてるのかちょっとわからん、ルイス・ハミルトン、はい、おお、ハミルトン、やっぱハミルトン、絶対王者ハミルトンはやっぱり来るね。ハミルトンはやっぱり来るよ。でもそうはさせないで、そう簡単に俺も絶対にポールポジションは絶対譲らんからな。これだけやってきたんだからな、一応。はい、次の左コーナー超注意ね。ここは注意、ここはセカンドで回る方がいいんです。はい、よし、いい感じ。 DR 使って素晴らしい、いい感じよ。これでトップタイム出せればいいな。1分34秒593だっけ、忘れたけど、それをもしオーバーというかクリアできたら、さらにファストストラップなんだけどな。よし、いいぞ、ルイス・ハミルトン、絶対来るなよ。バトラーも来んじゃねえぞ、バトラーも。ちょっと空気読めよ、バトラー。お前、次は絶対俺が優勝するからな、バトラー。さあ、どうだ、これでまた最後の直線、最後のストレート。よし、いい感じ、ルイス・ハミルトン結構遅い。よし、遅れてきた。ストレートではでもメルセデス速いから気をつけて、フェラーリとメルセデス最強に速いからね。よし、これでどうや、ワンショット予選、ポールポジションやろ、これ。よしよし、来た、ポール、よし、DR 使って、よっしゃ、ポールポジション、完璧、ありがとう。よっしゃ、いい感じだね。タイムは1分34秒切った。
タイムはこれで明日のレースに向けた準備が整います。おー、めっちゃ速くなってる。しかし、まずグリッドの最前列に誰が並んだのかを見ておきましょう。ミスター F1、ハミルトン、バルテリ・ボッタス。予選が終わって明日のレースのグリッドが決まりました。本戦は厳しいレースになりそうです。どうぞお楽しみに。いや、ちょっと待って、でもさ、何？あの予選の時全然本気出してなかったの AI。 1分34秒で俺普通に1位やったのに、お前急に本気出してきやがったな AI。 ちょっとお前、ルイス・ハミルトンも1分32秒とかいいやん。これちょっと面白くなってきたぞ。これ本戦決勝楽しみやな。よし、予選完走、予選順位は1位。フェルスタッペンどうしたん？ちょっと頼むで。もう俺の方がお前すごくなってきたやないか。ライバルリードしてます。はい、リソースポイントも結構たまりました。10ポイント、15ポイント、25、50、150。はい、素晴らしい、ありがとうございます。はい、リソースポイント貯めていきましょう。これ面白いね、エンジン改良して次の本当アゼルバイジャンとかどうなるんだろうな。かなり評価上がったやん、レッドブルレーシング最高やん。で、次に行こうとしているフェラーリからもちょっと上がってきてるね。いいね、素晴らしい。はい、人気重視が全然上がらん、人気重視が。とてもいい結果よ、レースもこの調子でね。よし、やっていこうぜ。フェルスタッペン、まあまあそういう時もあるよ、気にすんな。はい。めっちゃ上から目線やな。はい、ではですね、メッセージが来てますんで、メッセージ、レース前、天候、一応決勝の天候も雨はなさそうです。まあね、まあバレーンで雨っていうのはなかなかないと思います。はい、では行きましょう。セッションをシミュレートしません。では早速ね、進んで、今から 25% のレースやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。頑張りましょう。サヒールの砂漠に設けられたフォーミュラー1の舞台、役者は揃い幕が上がりました。2014年、ここでニコ・ロズベルグとルイス・ハミルトンが壮絶な接戦を繰り広げました。あのような名シーンを今年は見られるでしょうか。バーレーングランプリ、まもなくスタートです。舞台は全長 5.4 キロのバーレーンインターナショナルサーキット。ターン10はブレーキングが難しく、フロント左のロックに注意が必要です。今日も解説者席にアンソニー・デイビッドソンを迎えています。まずは今話題のデボン・バトラーですが、このレベルのドライバーともなれば目標は高くて当然ですが、 F1 はモータースポーツの最高峰、新人でも最初から結果が求められます。背伸びして F1 に挑戦した結果、キャリアに終止符を打ってしまった若手も多いですからね。もっとも幸いこの選手は役目をしっかりとこなしているので、契約に踏み切ったチームの方も一安心でしょう。素晴らしい予選セッションの結果、今日のレースのスターティンググリッドは次のようになりました。ポールポジションについたのはミスター F1、 フロントローのもう一台はルイス・ハミルトン、残りのグリッドはこのようになっています。ボッタス、ベッテル、デボン・バトラー、ウェーバー、フェルスタッペン、ペレス、ノリス、ニコ・ヒュルケンベルグ、リカルド、ライコネン、ダニール・クビアト、アルボン、ストロール、ジョビナッツィ、カルロス・サインツ、ロマン・グロージャン、ラッセル、そしてグリッドの最後を埋めるのがロバート・クビサ。準備はほぼ整ったようなので、コースに目を向けてみましょう。見事ポールを獲得したが、勝負はこれからだ。スタートしたらインサイドをケアしろ。はい、ということでやってきましたよ。ということで、まあ、さっきちらっと出てましたけど、2014年のバーレングランプリっていうのは、あのニコ・ロズベルグとルイス・ハミルトンが熾烈な戦いって書いてましたけど、あれはね、ちょうどね、まあ、メルセデス同士だったんですよね。ルイス・ハミルトンと、まあ、ニコ・ロズベルグもメルセデス同士だったんだけど、メルセデス同士でめちゃめちゃ争ってて、すごいレースだったんですね、あの時のね。で、結局、まあ、ニコ・ロズベルグが2位になったのかな。確か決勝で1位が、まあ、ルイス・ハミルトンで、2位がニコ・ロズベルグになったんだけど、確か、そうだったと思います。はい。まあ、そんな感じでね、すごいいいレースだったんですよね。うん。予選はニコ・ロズベルグの方が上だったんだけど、結局、逆転してね、まあ、ルイス・ハミルトンが勝ったという。まあ、その辺は、まあ、もしあれでしたらネットで調べてください。はい。ということで、私はちょっと今日はですね、ピットストップ。まあ、もう私はいつもタイヤマネジメント寿命重視で行きますので、あとは燃料ですよ。燃料そんなにね、いらないと思います。燃料マネジメントもちょっとできてたので、まあ、ちょっとある程度1キロぐらいちょっと減らしていけばなんとかなるんじゃないかと。ラップ数が14なので、まあ、16.5 ラップ。これだけあれば多分十分だと思います。はい。
ということで、一応マシン設定もまあダウンフォース増大でかけてますんで、まあ多分大丈夫だと思うんで、これでやっていきたいと思います。はい、ではね、これで進んでいきましょう。ピットストップに関してもどうしましょうかね。5周目、6周目に入った方がいいか。6周目に入りましょう。うん、これはもうそのまんまでいきたいと思います。タイヤに関しては多分ハードにするかもしれないけど、ちょっとそのあたりはまたおいおいちょっと見ていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それではこれで進んでいきたいと思います。ではレース開始です。よろしくお願いいたします。はい、ということで今日はフォーメーションラップやっていきたいと思います。はい、ではね、早速やっていきましょう。後ろ、うお、いるね、ルイス・ハミルトンがいるね。正常に動いているようだ。タイヤとブレーキを温めることに集中しよう。はい、わかりました。ではタイヤをね、ちょっと温めていきたいと思います。よいしょ。では、まあ、とりあえずギアも8速まで全部入れた方がいいと思いますので、まあ、あのバックストレートでちょっと入れようかなと思います。8速まではね。はい、まずはちょっとブレーキとタイヤを温めて、しっかりとレースに備えたいと思います。はい、まあ、ストレートはね、なるべく、まあ、加速して、まあ、ブレーキとかタイヤにちょっとダメージを負わない程度に、まあ、フォーメーションラップ走っていきたいと思います。いいね、かっこいいですね。これ本当こんなやってみたいな。本当に雨雲は一切映ってない。素晴らしいね。天気は晴れ。雨男にとってその心強い言葉は素晴らしいですね。バックストレートでギア8速まで全部入れますんでね、このあたりはもう本当タイヤの温度に集中しましょう。いやー、これはいいですよ。ルイス・ハミルトン後ろいる。あー、結構いるね。あ、ハミルトンもタイヤ温めてたね。かっこいいね。ただまあクラッシュとか自爆は絶対にやっちゃいけません。本当ね、これは絶対ダメです。はい、これでもしね、自爆したらもうえらいことになりますからね。はい、タイヤをぬくめてもう本当ぬくめていきましょう。よい、いい感じよ。さあ、ハミルトンも後ろからしっかりついてくるね。いやー、もうこれ楽しいな。これ本当リアルですね。ここまで来ると結構リアルですからね。ちょっと縁石あまり踏まないようにね。はい、ではここでちょっとギア8速まで入れます。さあ、ここでちょっとあまりちょっとね、使いすぎないように8速まで。はい、無理でしたね無理でしたね。はい、ではこのまま走っていきたいと思います。よし、フォーメーションラップ OK。 ちょっと手がおかしいことになってるよ大丈夫ですか。はい、大丈夫ですか。フォーメーションラップでも結構 2,3 分使ったな。やべえな、プロジェクトカーズ2とはまた違ったフォーメーションラップですね。グリッドにマシンが並んだらスタートだ。クラッチの準備をしておけ。ラジャ。やばい、めっちゃ緊張する。よし、やっていこうぜ。これはもう楽しみでしかないですよ、このレースは。よし、スタートいたしました。さあ、まずは出てくるよね、メルセデス AMG が絶対出てくる。これは完璧。はい、来ました、ルイス・ハーミー出てきました。ルイス・ハミルトン、おっと来ましたよ。ベッテルも、お、危ない、気をつけて、ぶつかるな。ペナルティ取られるぞ。ペナルティ、よし、いい感じ。よし、ルイス・ハミルトンが1位。よっしゃ、現在2番手。まあ、ここは想定内、これは想定内ですから全く問題ありません。大丈夫です。はい、っていうかちょっと待って、これあのメルセデスまたあれやな、1位狙ってんだこれ。ていうかちょっと待って、ていうか俺も舐められたもんやな。これフリー走行の時全然本気出してないのに、予選から急に本気出してきやがって、決勝になってほんま本気出してきたやん。いきなり1位ってこれどういうことやねん。ちょっとおいノーマルタが爪を隠すってこのことやな、メルセデス AMG さん。やっぱすごいですね。いや、サクシーマージュニアも舐められたもんや、本当。全然、あー、サクシーマージュニア、あー、あいつ新人だろ、ほっとけよ。フリー走行の時ちょっと1位取らせてやれよ。予選と決勝で前に出るのは俺たちだぜみたいな感じで思ってんだろうな、メルセデス AMG のルイス・ハミルトンとバルデリ・ボッタス。集中するぜ。絶対そうだわ、こいつら本当。いや、これはなかなかきついですよ。ほらルイス・ハミルトンのもうこれやばい、一人勝ちやん、これ。ちょっと待って、絶対に許さん。もうメルセデスの優勝は絶対に阻止する、今日は。はい、ちょっと待って。いや、これ超早いんだけど、こいつら本当何これただ2位と3位は同じように距離が開いてるから、ある程度ちょっと差は開いてるね。これはいけるかもしれんね。ルイス・ハミルトンが1位、現在1位、ルイス・ハミルトン、ルイス・ハミルトン、セバスチャン・ベテル、サクシュマ・ジュニア、
よし来たぜ。ホームストレート、まずは1周よ、2周目に突入。これ何周目にピット入るんだっけ、ちょっと忘れたな。はい、じゃあちょっと待って、はい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 、お危ない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 、ごめん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 、ちょっとこれ完全にごめん完全にごめん、ちょっとこれ今のペナルティごめんごめん、ちょっとブレーキ効いてなかった、指サイムと先行って、はい、ごめんごめん、ちょっと今のはちょっと完全に僕のミスですね。はい、ではではちょっと、ちゃんと順位を落としてペナルティ、プチペナルティちゃんと受けます。はい、よし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 、これちょっとブレーキ結構踏むね、今回このバーレーンでは結構ブレーキ踏みますね AI ね。さあでもいい感じ、レイスハミルトン、ハミルトン、サクシュマジュニアオーバーテイク、イエーイ、いい感じハミルトン。さあどうだ、サクシュマジュニアオーバーテイクするか、これはもういつでもオーバーテイクできそうだ、ただサイドバイサイドで接触してスピンを恐れている、結構多いんですよサクシュマジュニアのスピンの仕方、だいたい1人でスピンするか、1人じゃないときはサイドバイサイドで接触してバランスを失ってスピン、これが一番多いですサクシュマジュニアの、だからちょっとサイドバイサイドでは非常に怖いんですね。なので今はちょっとねルイス・ハミルトンの後ろ走って、ちょっとホームストレートでオーバーテイク、スリップに入ってホームストレートでオーバーテイクしようと思います。ただ今結構頑張って走ってますけど、やっぱりなかなかオーバーテイクできないですメルセデスは、結構速い、よしよしよし、いい感じよ。ただメルセデス、くぅこれきつい突然結構ブレーキ踏んだりするからな、かといってホームストレートではなかなかオーバーテイクできないけど、第1コーナーで DRS 使いたいな、第1コーナーでちょっとオーバーテイクいけそうですねこれ、よし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 、これはペナルティなしよ、素晴らしい1位になった、やった素晴らしいオーバーテイクだ、ありがとうございます。さあホームストレートに帰っていきますよ、いきますよ、ただ後ろ真後ろルイス・ハミルトンがスリップ入ると、スリップ入ると違う、スリップに入ってきた、来た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 、これ来た来た、うわう来たよ、 DRS 有効やけど、ちょっとルイス・ハミルトン来た、これはちょっと一旦泳がせ、一旦泳がせ、これは接触するから、ヒッツ、こいつらほんま本気出してきやがったらメルセデス、本当に予選の時普通にノーアル高詰め勝つやな、ほんまにやってるな、そういうこと予選ほんまもんと同じことすんなよ、ちょっとリアルと同じことやってるやんこいつら、ちょっとほんまにすげえな、どんだけ速いねんこれ、全然追いつかんやん、ちょっとはい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 、ちょっと待ってよ、でも絶対に表彰台に立つ、しかしこの世界に名だたるこの F1 レーサーたちの中にサクシューマージュニアが入ってるっていうのが俺はすごい嬉しいです。ルイス・ハミルトン、バルデリ・ボッタス、セバスチャン・ベッテル、サクシューマージュニアすごいことやで、これすごいことですよこれは。はい、さあルイス・ハミルトン、さあ F1 の絶対王者ルイス・ハミルトンが今サクシューマッハにプッシュをかけられております。いやいやいい感じですよ、ただ1位見てください、1位ハミルトン、3位ボッタス、メルセデスに挟まれたレッドブルレーシング、それもまたすごいじゃないか、後ろからバルデリ・ボッタスが迫ってきておりますよ、いい感じよ、ただ俺は絶対今日表彰台の頂点に立つ、そう決めた、フリー走行 1,2,3 全部やって、さらに予選もやって、そしてこんなワンショット予選の次にちゃんとフォーメーションラップもやって決勝 25% ですからね、これはもうピット戦略云々ではなく完璧にもう表彰台の1位に頂点立つために私はやってきたようなもんだ、はい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 、よし、とりあえずこのままペース維持しましょう、これちょっとあまり強引に抜くとまたペナルティ入るからね、ちょっとそれだけ、DRS 使ってやっぱ速いなハミルトン、ほんともうすぐピットインだ、ミディアムに変えるぞ、ミディアムで大丈夫かな、ちょっと個人的にはハードにしようかなと思ってるんだけど、どうしようか、ちょっとハードの方がいいな個人的には、なまあでもどうだろう、ミディアムでもいいか、とりあえずちょっとその時でちょっと決めましょう、ちょっとね、ルイス・ハミルトンがピットに入らなかったら僕も入らないし、ルイス・ハミルトンがもしピットに入ったら僕はそのまま行って距離を広げるし、ちょっとそのあたりしっかりと考えていきたいですね、何周目でピットに入ろうかっていうのを常に考えます、ただあまり周回遅めにピットに入ると AI と重なった時にピット大渋滞が起きると、ちょっとそれもそれでえらいことになるんで、ちょっとそこだけ、気にしながら行かないといけないですね、余分な燃料を消費して軽くしろ、燃料をミックス3にして、あれだけ1キロ減らしてもやっぱり十分ですね、燃料がちょっとマネジメントをそこそこうまくいってるね、ただね僕個人的に今までの F1 シリーズで燃料切れを2回やってるんですよ、途中で燃料切れ2回やってるんで、ちょっとねトラウマになってるんで、完璧にギリギリにはやっぱできないです、余分なエキストラフィールをちょっと入れとかないとちょっと怖いんですよね、それがちょっとあるので、完璧な燃料計算っていうのはやっぱしづらいですね、はい、さあここまで来てる、後続との差が結構開いてるな、なんか後続いろいろあったかな、あれすごいなんか開いてる、よしここでパスしよう、ここでパスしよう、あーきついきつい、これは危ない危ない危ない、今の危なかったね、今普通に行ってたらサイドバイサイドで接触してスピンしてたかもしれないね、はい、今のはちょっと様子見て正解です、5周目でピットから6周目かちょっと忘れましたけど、とりあえずちょっと頑張って走っていきますよ、後ろがちょっとボッタスがまた誰かに追いつかれてるね、ボッタスがね、
よし、いい感じで。このルイス・ハミルトンがなかなか抜けない。オーバーテイク。ただ、超面白いわ、これ。めちゃくちゃ面白い。これ、戦略どうするか。ルイス・ハミルトン、いつピット入るんだろう。これ、一緒にピット入った方がいいかもしれんね、これね。ルイス・ハミルトンがピットに入った時に僕も入ろうかな。そうしないとちょっと怖いですね、これ。ほんと、先に入っても、怖いし、後で追いつかなくなる可能性もあるし、後から入っても同じだしな、追いつかなくなる可能性もあるし、ちょっと怖いですね。同じ時代、同じ時期に入りたいな、これどうせなら。はいはいはい、ここ一番僕苦手ですから、ここ気をつけないといけないですよ。はい、ショートカットペナルってなれないよね。さあ DRS もさっさとこう効果を表してほしいんだけど、あ、3位がベッテルに変わった、フェラーリに変わった、バルデリボッタスがオーバーテイクされました。バルデリ・ボータス EA がオーバーテイクされました。ルイス・ハミルトン、さあ来たぞ来たぞ、ルイス・ハミルトンいい感じで来た。ここでオーバーテイクできるか。オーバーテイクはきつい、ここはちょっときつい。やっぱりホームストレートやな、ホームストレート追いつかんか。ここでインサスか、いやちょっと怖い怖い怖い、ちょっと待って、危ない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 、サクシマジュニアサクシマジュニアやばい、結構怖いなこれ。いやどうしよう、ちょっとハミルトン早いわほんま、これ現状追いつかんな。オーバーテイクができるんですけど、あまり無理するとちょっとひっくり返りそうになりますから、どうしようかな。ちょっと一旦考えよう、一旦考えよう。プッシュしてこのラップに入る。いやちょっと待って、ルイス・ハミルトンがもし入らなかったら俺はこのまま行くからね。ここで刺すか、ここで刺そう。よし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 、いい感じで。あー危ない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 、ちょっとごめん、ちょっと接触避けました。くぅきついきついぞこれ。ハミルトンやばいな、また距離広げられたな。これちょっとハミルトンマジで速いな、実際の F1 グランプリみたいになってるやんこれ。ちょっとただ2位と3位の差ほんと離れてきたから、結構表彰台はもしかするとほんと狙える可能性はありますね。ただほんとこれハミルトンに追いつけそうで追いつかない、どうしようかな。周回も残り半分ですからね、これは気をつけましょう。ピットどうしようかな、ピット先入ろうか。いやーこれどうしようかな、ハードタイヤにするべきか、ミディアムか、ミディアムでもまま行くか、ミディアムかな。でもまあ路面からしてここはミディアムでも十分だな、ハードよりもミディアムの方がいいかもしれんな。とりあえずルイス・ハミルトンがタイヤ何に変えるかちょっと見たいっていうのもちょっとあるけど、そういうことしてたら負けそうだしな。とりあえず追いついてはきた、追いついてきた、またハミルトンに追いついてきたよ。よーしいい感じだ、ここからまたホームストレートまでちょっとしっかりと食いついていけ、プッシュプッシュしてプッシュしてプッシュして、もうプッシュして、よしよしよしいい感じ、サイドバイサイドサイドバイサイド、並んだ並んだ、ちょっと待って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 、はいはい、引っかかる引っかかる引っかかる、よし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 オッケー、1、1、オーバーテイク。おっしゃ、来た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 。ちょっとごめん、ピット入ってる余裕ない。ごめん、ピットはちょっと、ブロック、ブロック。うわおー、ここやっぱきつい、これ、サイドバイサイドきついぞ、ルイス・ハミルトン。やるな、アウト来んなよ、アウト来んなよ、来るよな、アウト。あ、ごめんごめんごめん、やばい、ちょっと待って、ぶつけ寄った、今、危んねえ、今の。おー、ちょっとハミルトンと接触やつ。くぅ、ちょっと待って、ごめん。いやー、ちょっとこれ、先、次、ちょっとこの周回でピット入ろうか。そろそろグリップが落ち始めるこの間。ちょっとピット入るわ、この周回でピット入ります。了解、この周回で入ってくれ。ちょっとグリップ力弱くなってきたからちょっと入るわ、これでちょうど周回数半分だからちょっとこれで入りたいと思います。ハミルトンはここで入るか、それともまだ伸ばすか、どっちだろう。まだ伸ばしそうな気するな。よし、いいぞ。あー、グリップがちょっとやばくなってきた。大丈夫大丈夫、ちょっと一旦これでピット入ろう。ほんとさあどうだ、7周目にピットに変更。ちょっとタイムはこれで伸びることになってしまったけど、ちょっと安定してピットに入りたいというのだ。なるべく距離を詰めたまんま行きたいですね。はい。まだでもほとんどがピット入ってないですね。ほとんどピット入ってないぞ。これまだ伸ばすか。ルイス・ハミルトンはまだ伸ばす可能性があるな。ただ僕はもうちょっと伸ばしてる余裕ないので、これがインラップにします。これはきついです。ただアウトラップでどういう風になるかちょっとわかりませんけど、ちょっと怖いですね、これも。ハミルトンが本当いつ入るんだろう。よし、ここまで来た。スリップストリーム入った。よし、一旦落ち着いていこう、一旦落ち着いていこう。ただ天候が変わる心配がないのがいいですね。天候変わる心配がないので、そこだけ。よし、ここでちょっと待って、やばい、インが、あおー、ぶつかるちょっとピット入ります。ああ来た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 、ハミルトンピットや、ハミルトンピットや、ハミルトンピットや。よし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 、あーごめん、ちょっと待って待って、ハミルトンちょっと待って、ブレーキちょっと、やばいな、ちょっとフロントウィング交換や、すぐちょっと待って、マックスがピットに入った。はいはいはい、ごめんごめん、早く出して早く出して早く出して、あーハミルトン行った。
リリース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 。コースに出たな。全開で行け。全開で行くわ。最後の最後でウィング飛ばしたな。くそー。バトラーが順位上がった。やばい。あ、違う。バトラー先行ったのか。予定したピットストップは消化した。このタイヤで最後まで走り通せ。はい。最後の最後でちょっとやっちゃったね。おっと、ベッテルとバトラーがここにいる。ちょっと遅いですね。どうしたんだろうね。珍しいですね、フェラーリ勢にしては。はい、現在8番で。ちょっと、ピットインでやっちゃったな。多分、前4台ぐらいは多分ね、まだピットに入ってないと思いますので、まあ多分次の周回でピットに入った時に順位は一気に上がると思うんですけど、ちょっとこれかなり怖いですね。アウトラップですからあまり無理しないように。サイドバイサイドで接触したら絶対スピンするから、気をつけて。ほんと気をつけてください。ただ、あ、しまったな。ハードタイヤにする予定だったのに、もう忘れてるわ。完全に忘れてるな、これ。ダメだな。まだまだ F1 レーサーにはなれんな。サクシマジュニア。よし、よし、いい感じ。さあ、ここで前に4台いるから、この4台は一気にオーバーテイクできると思う。DRS 使って。ただ無理はすんなよ。絶対無理すんなよ。ホームストレートに抜くか。もしかすると絶対この子たちはピットに入るから、それまではちょっと我慢しよう。我慢しよう。オーバーテイクは我慢しよう。絶対ピット入ると思う、前はね。ストロールとか絶対ピットやん、こんなんね。バトラーは確かピットから出た感じがしたから、オーバーテイクするならここかな。ここでオーバーテイクして、よし、セバスチャン・ベッテルオーバーテイクした。さあ、バトラーのスリップ入って、これでどうだ。絶対ピット入ってくると思うんですけど、どうだろう、どうだろう。バトラーオーバーテイク狙ってる。ストロールは5位のまま。ああ、バトラーがいいですね。インから刺しましたね。ああ、ごめんなさい、ちょっと待って。おいおい、急にブレーキかけるなよ。ここでピット入るか、何人か。はい、ではちょっとここで2人ピットに入りましたね。順位が5位まで上がりました。さあ、でもまだピットでウイングを変えるほどではないので大丈夫だと思いますが、今前にバトラーがいます。はい、このバトラーもちょっとオーバーテイクする必要があります。残り5周ですからね。ぼっちぼっち、ちょっとやばいですよ。いやー、これまだピット入ってないのかな、前。どうなんだろうな。さあ、デボンバトラー、これが永遠のライバルです。こいつがね、ライバルですよ。サクシーマージュニアのライバルになります、デボンバトラーね。はい、いきなりフェラーリと契約とかすごいですよね。そこはまあ真摯に応援してあげましょう。はい、ただ、絶対に負けるわけにはいきません。負けるわけにはいきません。あ、ごめん、ちょっと。おい、バトラー、お前絶対わざとブレーキ踏んだやろ、今。ちょっと、ちょっと、バトラー、ちょっとやばいな。ただ、今4位ですから、今、前にいるのが1位ですからね。これちょっといけるかもしれんね。普通に、もしかすると1位いけるよ、これは。DRS 使って。はい。現在多分メルセデス、あ、そうだね、そうだね、いけるね、これはいけそう。ここで一気にイントロ。あ、怖いな、怖いな、怖い。これちょっと怖い。やめとこう、やめとこう。これぶつかるわ。いやー、ちょっと待てよ。バトラー、いいとこ走ってんな、こいつ。ライン取りも完璧やな。さすが AI やな。いい感じ、いい感じ。でもいい感じ、いい感じ。しっかりと、しっかりと食いついていこう、食いついていこう。あとは遠赤踏みすぎて、スピンしないようにね。はい。さあ、まもなくホームストレートに帰ってきますが、次の右コーナーで気をつけましょう。ここでまた周回でピットに入るやつがいるかどうかですね。はい、デボンバトラーはオーバーテイクできそうな気がします。オーバーテイク、次の第1コーナーでオーバーテイクできそう。はい、ここでピットに入りました。ここで来ましたね。ワン・ツーフィニッシュ狙ってますよ、メルセデスが。1位にメルセデス、メルセデス、フェラーリ来ました。ボッタスがリードを奪ったぞ。やばいな、チームオーダーかけてくるかもしれんね、これね。ここでインから、インから行く、インから行く。デボンバトラー、ごめんよ、デボンバトラー、ごめん。いや、でもほら、接触誘発になってないからね。接触、あー、バトラーと誘発になった、ごめんなさい。そう、やっぱりあのオーバーテイクの仕方無理があるな。これはちょっとやめておきましょう。はい、もうちょっとあのオーバーテイクはなるべくやらないようにします。ただ1位2位が前にいるんですよ。1位2位がね、これはいける気がするんだけど、いつの間に入ったんだこのルイス・ハミルトン、ピット、あ、ルイス・ハミルトンじゃない、ボッタス、いつの間にピット入ったんだろう。先に入ってたのかな。めちゃくちゃ早いですね、これ出てくるのがね。はい、これやっぱハードタイヤにしとけばよかったな。ちょっとハードの方が多分良かったと思います。ただこのままいけばなんとか表彰台なんですけど、これはきついですね。ここもちょっとかなり気をつけないと。よし、3位、現在3位。いやー、メルセデスが速い。ただやっぱり白熱してくるからやっぱ面白いですね、これはね。これオーバーテイクできるかな、最後。うまくいけばこれいけそうですね、うまくいけばね。はい、よし、トップとの差はどれぐらい今。あー、ちょっとやめとこう、やめとこう、やめとこう。今やったらやばい、今やったらやばい。ストレートでやって、ストレートでやって。トップとの差はストレートで。燃料にかなり余裕がある。必要ならモードをミックス3にしてもいい。結構余裕あるね。3位につけてるぞ。ハミルトンが前にいる。前のマシンとの差は 2.6 秒。彼らは新品のミディアン。バトラーが後ろだ。差は1秒ない。彼らは新品のミディアン。1位との差は 3.4 秒。タイヤを大事にしよう。この
ヤで最後まで走るか。前のマシンとの差は 1.4 秒、チームメイトに対するアドバンテージは 13.9 秒。きついですね。やっぱ 3.4 秒っていうのはなかなかのもんですよ。これはトップとの差。うわバトラーも来るわこれみんなちょっと待って、なんでこれ予選の時とかあんまり本気出さなかったの。これやばいな。これバトラーこれ3位にすらなれんかもしれんな。なかなか制覇できんね F1。 これはすげえ。ちょっともう残り3周なんだけど、これやばいですね。せめて表彰台には立たないと。これバトラーにも負けるとか、ハジヤはこれだけ頑張って走ってんのに。さあでもいいですよ、ここでまたイン取れる。ここではイン取れる、ここでは綺麗にイン取れるんですよね。ペナルティなしでインは取れるんですけど、はい、ここでちょっとブロック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 、フェラーリはブロックして、はい、よしよしよし。いやーちょっとでここでも気をつけて、ここは綺麗に回りましょう。綺麗に回ってコーナー立ち上がりしっかりね。これは3位かな、ちょっとまだいけるかもしれん。フェラーリがちょっと後ろに後退したぞ。頑張って、せめて2位。あのメルセデスのワントゥーフィニッシュだけは避けたい。あれは本当にやられたくない。メルセデスワントゥーフィニッシュはもうダメだって。本当そんなことしたらダメ。はいはい、ゲームの世界ぐらいはちゃんと下克上したいわけですよ本当。ただグリップもちょっとだけちょっと不安定になってきた気がするな。よし、まあ大丈夫大丈夫。やっぱこれピット戦略ですね。ピットに入るときにちょっとやっぱり、あ、来た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 、デボンバトラー来たぞ、バトラー来たぞ、バトラー来たぞ、バトラー来たぞ。後ろからちょっとバトラーとベッテル、お前これサンドイッチや、フェラーリのサンドイッチやな。なんという贅沢な、これやばいな。表彰台がちょっとどうなるかわからんぞ。これ表彰台最後までわからんな。このサイドバイサイド体に悪いわこれ。フェラーリ来るね。これバトラーだな、これ。ほらバトラー、これただこれアウトに来るよな絶対。あーごめん、ちょっと大丈夫、危ない、大丈夫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 。今のもウイング吹っ飛ばすとこやった。あー接触誘発って、うっそ、今の接触してた。ウイングが結構あれだけど持ってるから大丈夫かと思ってたけど、きっつ。これ1位2位はもうダメだな。これ完全にメルセデスのペースになってるよ。これやばいですね、メルセデスペースですねこれは。ただなんとか表彰台は必死守できそうな気はするんだけど、あれどうしたん、ヒュルケンベルグどうしたん。ちょっとてかこういうコーナーでああいうポップアップが出るのちょっと怖いですね。ああいうのを見てしまうとちょっと危ないですからね。はい、よし、切れ待て、やべ、後ろのフェラーリがやべえ。これフェラーリ勢がやばい、これフェラーリ勢が。よいしょ、あメルセデスが速い。これは追いつかんぞ。せめてあと2周追加であればもうなんとかいけてたかもしれんが、ちょっとこのフェラーリのプッシュがやばいですねこれ。についての情報だ、致命的なトラブルらしい、リタイアのようだ。ちょっと俺より前のメルセデスがリタイアしてくれよ。ちょっとこれ怖いわこれ。ちょっとはい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 、これはなんとかなんとか、ちょっと怖い怖い怖い、ちょっとライン取りがめちゃくちゃなってきたちょっとこのホームストレートやばいな。またフェラーリ来そう、これやばい、ホームストレートはやばい、ホームストレートやばい、フェラーリ来んだよ。来た来た来た、バトラー来た、バトラー来た。ただここで絶対ブレーキ踏むから大丈夫。ある程度ちょっと差は広がったぞバトラーと。よし、あと1周2周か、あと2周。いやきつい、これはなかなかのもんだな。さあ来たぞフェラーリが。ただここでまたアウト出てくるんですよこいつがね。ここで綺麗にアウト出てくるんで、ここでまた、ぶつかんない程度にインを取るしかないんですよねここで。ただこのペースでいったら絶対ファイナルラップの最終ファイナルストレートのオーバーテイクを許してしまうことになる、このパターンでいくと。だからどっかではかなりちょっとあれしておかないといけない。ただピット戦略これ今回失敗ですね。ルイス・ハミルトンよりも先に入っとった方がいいのか、ルイス・ハミルトンが入った時にもっと一周伸ばしていれば、あのウイングの損傷もなかったから、あれで 1,2 秒違うからね絶対ね。うん、あれがあったのもちょっと作戦ミスみたいな感じになりましたけど、まあでも仕方がないのでね。はい、ただ接触誘発がちょっと多いですね。中にはちょっと今ので接触誘発取るみたいなのもあったけど、まあ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 、まあ仕方がないですよねそれは。そういう風に判定されたらね。中にはえこれは接触判定取らないんだみたいなやつもたまにあったけどさ、不思議ですよね。うん、はい、では間もなくファイナルラップに入ります。ただフェラーリとの差はちょっと開きましたんで、これはもしかすると表彰台狙うかもしれませんね。はい、いやーちょっとハミルトンとボッタス、お前どんだけ速いんや。ちょっと完全にやられたなこれ。 4.1 秒、おい 4.1 秒も開いちゃった。これもう F1 の 4.1 秒っていうのはもうほとんど致命傷ですからねこれは。きつい、これは。次ファイナルラップです、ファイナルラップ。もう何もすんなよファイナルラップ、もう3位でいいわ。もうポールポジションで出てポールトゥーウィンできずに3位っていうのもちょっと恥ずかしいけどな。でもこれ仕方ないですねこれはね。よし、これだけフェラーリと差開けば大丈夫。ファイナルラップだぞ。はい、なんとか大丈夫でしょう。きつかったなでもこれ。
あ、ただちょっとこれもしかすると追いつくんじゃない、これちょっと今いけるんじゃない、ハミルトン前ボッタスがもう完全にもう1位独走体制だけど、あ、無理かな、ちょっと差は縮んだ気がする、1秒ぐらいは縮んだ気がするけど、もう多分無理ですね。うん、これはちょっと厳しいですね。はい、よし、3位で、皆さん3位で終わろうと思います。燃料は3ラップ分くらいだ。あ、まだ燃料余裕あったね。これ結構マネジメントなかなかいい感じやん。これもうちょっとあと1キロ減らせるね、車重はあと1キロ多分減らせると思います。はい、多分大丈夫でしょう。あ、やばいやばい、ちょっと待って、余裕かました、大丈夫、ちょっと気をつけて、コーナー気をつけて、ここでもう気をつけて、もういい、もう無理すんな、もう表彰台、確実に表彰台狙っていこう。いやー、これは早いわ、ボッタスなんかもう見えへんもんな、なかなかすごいで、ボッタス。はい、ということで、バルデリ・ボッタスが1位で、2位がルイス・ハミルトン、3位がサクシューマハ・ジュニアになる予定になっております。はい、多分そうなります。バトラーはなんとか表彰台から蹴落としました。なんとかね、なんとか多分大丈夫そう。もうここで最後ファイナルラップまで、ファイナルホームストレートまで何もなければ、あ、きつい、やばい、これ来るぞ、大丈夫か、よし、大丈夫。いやー、難しかったね、これはなかなかいいレースだったぜ、きつかったな、これはすごい。はい、ということで、メルセデスがワントゥーフィニッシュでかなり上がりました、すげえな。まあいい、表彰台。よくやった、最高の走りだ。悔しい、でもちょっとめっちゃ悔しいわ。レース終了、メルセデスが劇的な勝利を飾りました。アンソニー、何が今回の勝利を導いたと思いますか。今回のコースではドライバーの信頼性がずば抜けていましたね。白熱した場面でも冷静さを維持できていたため、他のドライバーのミスにつけ込み、順位を上げられるチャンスを確実につかめました。簡単にトップに立ちましたね。堂々としたレースを展開したドライバーが表彰台に向かっています。首位の座を射止めたのはまたしてもシルバーアロー、メルセデスが納得の勝利です。さて、本日のラウンドを終え、チャンピオン争いはどうなったでしょうか。ポイントリーダーにとってチャンピオンシップのリードが減る苦しいレースとなりました。今日は素晴らしい技量を発揮したドライバーが何人かいましたが、ドライバーオブザデーは誰でしょう。カルロス・サインツは文句のつけようがない走りを見せました。あのレース戦略を正確に実行する能力は称賛に値します。次はコンストラクターズランキングです。現在のランキングトップは首位を守りましたが、その差は小さくなっています。今日はメルセデスが躍進し、大幅にランキングをアップさせました。今回のウィークエンドはこれで終了です。ご覧いただいてありがとうございました。また来週お会いしましょう。いやいやいや、やっぱりメルセデスはすげえわ。まあポイントとりあえず15ポイントゲットということで、まあまあ良かったんじゃないかなと思うけど、フェルスタッペも8番手ですから、まあ頑張ってくれましたよね。素晴らしいパフォーマンスでした。満足いく結果だったかと思います。期待以上の結果ですね。何か秘訣があったのでしょうか。いやー、秘訣、このコースで一番速いのは私ですからね、秘訣なんてないですよ。3位のくせに何を言うとんねん。今日のレースはクリーンとは言えなかったのではないでしょうか。正直何が何だか分かりませんでした。嘘、評判だ。普通時代のライバルと最後は接戦でしたね。やはり2人は対抗意識が強いんですか。まあいつもいい勝負になりますが、勝つのは私ですよ。ありがとうございました。いやいや、またね。いや、ちょっと待って、はい、ということでファステストラップだけダメでしたね。ペナルティも一応なしということで良かったですね。ちょっとフェルスタッペンのちょっと成績がだいぶ良くないですけど、ちょっと評判がちょっとダウンしましたね。何が何だか分かりませんって答えたら、ちょっとそれだけやらかしましたね。はい、ただまあ100ポイント以上は十分稼げてます。200ポイントぐらいはいってるかな。あ、いってるね。お、目標ボーナス達成、797ポイントで一気に2437。素晴らしい、ありがとうございます。
新目標も達成ですね。ありがとうございます。あ、一応ここの現在のチームからの評判は少し上がりましたけど、はい、大丈夫そうですか。はい、大丈夫ですね。はい、人気重視になってきました。ありがとうございます。ちょっとずつ人気になってきました。やったわね、表彰台獲得おめでとう。ありがとうね。はい、では、ちょっとメールを見ましょう。総括からですね、撤収作業を手伝わなければいけない。あ、そうですか、やっといてくださいフェルスタッペン大丈夫か、口聞いてくれるな。全然ちょっとフェルスタッペンよ、頼むぜ。はい、ではですね、次のウィークエンドということでまた次のシーズンに入っていきたいと思います。次は中国グランプリのね、またフリー走行から入っていきたいと思います。ちょっと今回はいろいろありましたけど、まあ、クリーンとは言えなかったですが、ちょっとインタビュアーにも言われてしまいましたけど、まあちょっとね、それは私も自覚してます。はい、ただもうわざとじゃないんで、すいませんっていう項目を入れてほしいですね。うん、はい、ということでまた次回ね、中国グランプリからまたやっていきたいと思います。今日はちょっといろいろありましたけど、まあ楽しかったです。はい、ということでまた次回もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。新作の部屋のサクでした。